はい、どうも、セブンナイツおじさんです。セブンナイツ実況をやっていきたいと思います。無課金サブアカなんですけれども、布団まで取り終わって、上級に入ろうかなっていうところで、上級、ユキの熱狂的なファン、こちらを、オートでクリアできる編成を、無課金でデスクレル、オートで回れる編成を、紹介したいと思います。こちらです。覚醒エヴァン、ユキ、クリス、孫悟空、覚醒カリンです。で、孫悟空と覚醒カリンで2バックにして、で、エヴァン、ユキ、クリス、まあ、暴走キャラですね、クリスは。はい。で、ユキはバフキャラですね。で、編成しております。で、装備は、もうこんな感じです。まず、スパイクの心臓2個。で、孤高の道義。カエルの死神の衣。もうこんな感じ。もう本当、レイド装備でもない。麻痺の免疫は、カリンはつけてます。絶対つけてください。カリンは常に動いててもらわないと困るんで、アリーナで使ってる方も多いと思うんで、なので、まあ、麻痺付きの免疫リングつけてる方も多いかもしれないですけれども、なかったら、麻痺リングをつけてください。はい。で、宝石は、まあ、特にこだわってるわけじゃないんですけれども、つけてるやつがこんな感じです。まあ、あったら、ちょっとプラスになるなぐらいです。で、続いてエヴァン。エヴァンも、まあ、普通の敏捷装備。もう全然、しょぼいっす、装備は。で、思考の、人ボイド装備。で、麻痺免疫リングをつけてます。エヴァに関して言うと、今作ったばっかりになります。で、続いて、よいしょ。なんだこれ。続いては、どこだ？孫悟空。孫悟空。まあ、クリス、あ、孫悟空いた。まあ、孫悟空は、まあ、アリーナで使ってたんで、覚醒装備つけてますね。で、なんか麻痺リングもついてます。で、宝石はこんな感じ。ちょっと別に大したことない宝石ですね。で、クリス。クリスはこんな感じ。スパーダとか。もうほんと 25% ってこう、セブンナイツ装備レベルでやってますね。で、僕もセブンナイツ装備。で、女神のイヤリング。だから麻痺してもらっちゃう感じですかね。はい。まあ、こんな感じのパーティーですね。で、ユキも、麻痺免疫をつけてないです。で、ヒットポイント装備2つと、敏捷、まあ、なかったんで、敏捷。こんな感じです。結構しょぼいです、装備。で、これで本当にいけるのかって思うかもしれないんですけども、いけました。ちょっとまあ、2回やってみましょう。多分上級はいけるけど、超級は無理なんじゃないかなと思ってます。完全オートです。操作はしません。それで、あれですね。設定で、スキル演出をオフにしとくと、いいかもしれないですね。で、これで麻痺してくれるんで、クリスとユキが動き回ることはないと。エヴァンは先空の盾張って耐えしのいでくれればいいかなっていう感じですかね。で、悟空をバックにしてることで、スキルでね、出てきた敵を、まあ、倒していける
ワンパンできるやつはね。大体物理免疫のやつが多いんで、いけます。上級だったら、ヒラメもこんなもんなんで、孫悟空は分身することもなく、これは超級もいけんのかどうかは、まだ試してないです。超級は難しいんじゃないかなと思うんですけどね、クリスがすぐ倒れちゃうだろうし。クリスと孫悟空が同時に倒れるように設定できればいける可能性もあるかなっていうふうには思うんですけど、あと1分25秒、半分過ぎました。ここまでどうですか？危なげないでしょう。あ、じゃあね、危なげないでしょうだ。あれ？危なげない。そうだよね。日本語難しい。ユキやられちゃったね。で、まだクリスやられてないんで、大丈夫。34銀なんで、しかも、あ、一応ね、防具拡張になっちゃってますね、クリスは。あれ、あ、武器拡張か。武器拡張してたわ。なんで武器拡張してたんだろう。防具拡張したと思い込んでました。で、これはね、確か、武将が、ブロックすると、追撃を、反撃を打ってくるっていう仕様らしいんで、クリティカルを出せれば OK です。確定クリティカルのスキルを打てば、こうやって反撃を食らわないと。あれ？エヴァンが麻痺してる。なんでだ？はい、OK。3分30秒経ちました。できましたね。こんな感じでございます。あとは、まあ、上級で、耳栓が出てくれるのを祈るのみということでございます。もう一回、超級やってみますか。試しに。これ初めてなんで、本当に。武将来た。武将いきなり3体とか出てきたらもう終わるな。すごい装備とかしてるわけでもないし。麻痺しましたね。怖いなぁ。怖いなぁ、これ。すごい早く溜まったな。まだ2分はある。エヴァンがやばい。助かった。これで回復が次入れられる。あー、死んだ。間に合わなかったのか。あ、ラブアワー来ちゃった。でもまあ麻痺してるんでね、動くことはないですけど、
で、スキルがね、尽きることなくこう続いていくんで、ターン経過がほぼないんですよね。今、カリンが封じられてるんで、この間にね、孫悟空が、武将の数を減らしといてくれれば いいんじゃないかなと。まあ、孫悟空は優秀ですね。ちなみに38金かな？あ、ラブパワーで殺された。これはひどい。これはすごい事故ですな。これ覚醒スキル来たら終わるな。あー、負けた。あ、でもなんか、勝ち筋やなんかみたいなのは見えましたね。クリスがやっぱ弱いから、すぐ倒れちゃったんですけど、まあ、クリスの耐久力次第でもうちょっといけるっていうのと、あと、あれですね。なんだ。クリスと孫悟空の位置、チェンジしてみようかな。クリスがやられにくくなるように。やってみようか。ちょっと試してみますか。もう一回。クリアしてねえからか。ラブパワーあんなに使われるときつい、きついね。あららら。始まって40秒程度でもう暴走キャラ死亡。一番いいのは孫悟空で封印できることなんで、多分クリスの耐久上げないと無理かな、これ。あー、エヴァンやられちゃった。まあ、ちょっと超級は無謀かもしれないね。やっぱり僕が出した安定攻略っていうやつも、まあ、事故率、事故はありますからね。事故がない、全くない編成がないわけですから。まあ、状況がね、いろいろと変わって難しくなっていくと思うんですけど。やっぱり、むずいのは、やっぱり ラブパワー使われる回数が多いとむずいっすね。全体攻撃なんで、消されちゃうんでね、分身も。簡単に。まあもうちょっとってところですかね。回復に、雪、最、まあ、最悪、それダメだか。雪外してとかって言ってたらすげえ時間かかるか。孫悟空回復にした方がいいのかな。まあちょっとまあいろいろまた試してみます。はい。
で、良さそうなのがね、あったら、また、報告できたらなと思います。とりあえずね、上級は、編成、上級は安定攻略できるので、ぜひ、上級の、耳栓ですね、をゲットのために使ってみてください。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。